昔の出来事、私は川へ向かいました。おじさんの愚痴をこぼして洗濯をしていました。間違えたかしらなんて冗談も飛び出しました。すると川から流れてくるは衝撃の展開でした。桃が流れてきたんだ。音はドンブラコって変な音。どうしよう、とってもいいのかな。どうしよう、とってもおいしそう。Oh.